ロングスカートとは、衣服のスカートのうち、丈の長いもの。ミニスカートに対して用いられる言葉。通常、足のふくらはぎよりも長いものを指し、足のくるぶしよりも長いものは、特に、マキシスカートと呼んで区別することもある。服飾用語では、ロンゲットとも呼ぶ。この用語は1970年代にはすでに使用されていた。日本でスカートを最初にはいたのは、 明治4年に帰国した津田梅子だと言われている。しかしこの頃は欧米でも全くスカートを短くする文化が生まれていなかった。女性に様相が本格的に浸透したのは終戦後だが当時の流行もロングスカートであった。よってスカートが丈で分類されるきっかけとなったのは1960年代のミニスカートのブームからであろう。 ミニスカートが日本を接見した後、70年代後半から再びロングスカートが流行した。女子高生の制服のスカートも80年代には不良の生徒を中心にものすごく長いものが着用され、それがかっこいいとされていた。90年代に入ると、それの反動のようにかなり短いミニスカートの流行となったが99年頃に、 少しの間ロングの復活も起こった。現在では女性のファッションが多様化し、スカート丈が単一化するような現象は見られなくなっている。また、パンツの流行が起こったことにより、相対的にスカートの需要が少なくなっている。ありがとうございます。